第106回全国高校野球選手権宮城大会、決勝聖和学園8の5仙台育英、23日、楽天モバイルパーク、決勝で聖和学園が仙台育英を8対5で破り、春夏通じて初の甲子園出場を決めた。攻めの姿勢を貫いた打線が19安打と爆発。1対3で破れた2年前の決勝にも出場した、1番。 遊撃の三浦光大首相3年が4打数2安打とチームを引っ張り悔しさを晴らした全国高校野球選手権8月7日から17日間甲子園でも粘り強く戦い聖地初勝利を目指す三塁側スタンドから祝福の歓声が降り注いだ清和学園の選手たちは笑顔でガッツポーズを繰り返した 今春拳王者、仙台育英を倒し、創部21年目で春夏通じて初の甲子園出場だ。勝った直後は実感がなくて、まだ大会が続きそうな心境でした。と振り返った八島千春監督、46。だが、効果を聞くと、いろんな感情が浮かんできて、感無量というか、と涙が流れたという。多くの支えを胸に、 甲子園切符を掴んだ。最後まで攻め続けた。先発右腕の山口蓮王、レオ、3年、をはじめ、140キロ超の直球を持つ相手投手陣に対し19安打を浴びせた。割り切って覚悟を決めて、一生懸命やっただけだと思うんです。都市機関は話したが、 試合前日はピッチングマシンの球速を150キロ超に設定して対策を講じてきた。それでも、一番大事なのは選手が打席に入ってからの感覚、と八島監督。チームに勇気を与えたのは、初回の先頭打者で打席に入った三浦首相だった。カウント2-2から6球もファウルで粘り、最後は2頃に倒れるも、まっすぐは対応できる。 甘く入ったのをしっかり打っていこうと伝えた。首相の言葉に背中を押され、その後は各打者が狙い玉を叩いて安打を重ねた。1点を追う3回に3点を奪って逆転。その後はリードしたまま試合を進めたが、指揮官は受けに回ると一気にやられるイメージがあった。積極的に行こうと思った、と最後まで攻めの姿勢を崩さなかった。 途中出場の選手が敵地打を放つなど、選手たちも起用に応えた。2年前の22年夏、同じ決勝の舞台で仙台育英と対戦。その後日本一となるチームに1対3で敗れた。その試合も一番打者で出場していた三浦は、先輩から、勝ってくれ、金メダルじゃなく金を取ってこい、と励ましの言葉をもらったことを明かし、 苦しい場面で思い出したのは先輩たちのメッセージでした。今大会で対戦した相手に対し三浦は、負けたにもかかわらず、涙ながらに、頑張れよ、と声をかけてくれた。野球の良さを感じましたし、すごく自分の支えになっていました、と涙を流して感謝した。初の聖地に向け、夢を与えられる場所。 いろんな方が見てくれるところで清和学園の良さを見せていけたらと意気込みを語った首相。支えてくれたすべての人の思いを胸に、甲子園でも躍動する。有吉弘樹清和学園、佐藤幸馬一塁手、2年。4番に座り、1回の先生だなど4安打3打点。迷わずコンパクトに振ろうと臨んだ。 先輩たちは優しく声掛けをしてくれるので、楽な気持ちで打席に入れます。清和学園、仙台市、1930年に創立された私立校。1986年に現公明に解消。生徒数1612人。野球部は2004年に創部。甲子園は春夏通じて初出場。部員数74人。 千葉津吉校長